菅川温泉は、栗駒山北川の秋田県と岩手県の県、境付近にある温泉地。温泉施設としては、秋田県を五郡ぐに東なる瀬村椿川座神人号、山国有林に、菅川温泉栗駒山荘がある。また、源泉名としては、岩手県一の関市原備町松部山国有林を有質地とする源泉を言う。 同地に源泉を持つ温泉として岩手県側に位置する菅川高原温泉がある。栗駒国定公園内、秋田県側には東成瀬村が経営する菅川温泉栗駒山荘があり、岩手県側には同じ源泉を使用している菅川高原温泉がある。温泉施設はこの2軒のみ。宿以外では秋田県側に土産物店が1軒。 岩手県側に須川ビジターセンターがある。標高線1 0 0メートル付近の高原にある。栗駒山荘の展望露天風呂から栗駒山の裾野に広がる須川高原の自然を見渡すと、マグサだけや、長海山が見える。特に夕日が絶景。日帰り入浴は午後4時30分まで、また水不足で入浴時間の短縮の場合もあるため、気軽に、 露天風呂からの絶景の夕日を見ることができなくなった。古くは温泉はすべて秋田県側に流れていた。しかし、江戸時代初期に秋田藩が引沌を拒否してからは、すべて岩手県側に流れるようになった。そのため、栗駒山荘を開くにあたり、新たに引沌設備を設置して、現在に至っている。二千八年六月十四日より、岩手宮城内陸地震の影響で、 岩手県側からのアクセスができない状態が続いたが、2010年5月30日正午をもって通行止めが解除された。国道342号が、11月上旬から4月下旬まで冬季通行止めのため冬季休業県道282号は、11月初旬から6月、 初旬頃まで冬季通行止め国道398号11月下旬から4月下旬頃まで冬季通行止めだが県道282号を通行しなければならないため実質11月初旬から6月初旬頃までアクセスできない毎年ゴールデンウィーク直前にオープンする菅川温泉を目指す多くの人たちが事前に道路交通情報を確認せず 温泉が開業をオープンしているから行けるだろうと高を、くくり、カーナビで誘導されるまま国道398号と県道282号の交差点まで来てしまうと、80km から 96km の距離を迂回する事態になっている。ちなみに、国道398号から迂回するには、面倒でも一旦は下山しなければならない。秋田県側ルートを経由した場合、 8 0トル約1時間30分。宮城県側ルートを経由した場合、9 6トル約2時間15分。冬季通行止め期間以外でも、毎年、土砂崩れや道路崩壊などによる交通規制、時間帯通行止めや完全通行止めになるので、栗駒山荘や菅和高原温泉の公式ホームページを参考にするか。 通行する県の道路交通情報、秋田の道情報、岩手県道路情報提供サービス、宮城県道路管理 GIS などの確認が必要である。ありがとうございます。